まあ結構大きなことだったんで、あの明治維新っていうのは天皇家が王政復古したということですが、同じくこう天皇家がねまた新しく変わろうとしてる、そういう節目に我々出会ってしまったんで、節目に出会ってしまいましたから、まあその話をしておきます。そして1868年鳥羽伏見の戦いが始まります。これはですね、鳥羽伏見の戦いは、ご存知の通り、天皇家と徳川将軍家の戦いということになります。正確には薩長連合ですね、薩長連合軍対徳川天皇家です。この戦いで慶喜追討令が出ます。徳川慶喜追討令が出て、で王政復興各国の、公使に布告で、実は慶喜一回謝罪してるんです、天皇に。勝手に政治をして申し訳ありませんと。なぜか水戸学だからです。彼は尊王の人ですから、彼自身は水戸徳川家ですよね。前回お話したと思いますが、水戸徳川家の家訓は、家の憲法は、たとえ日本全国、たとえ将軍家が敵になろうとも、水戸徳川家だけは天皇家につけって命令だったのに、その水戸徳川家出身の自分が将軍になってしまったという。しかも天皇が追討命令が出てる。水戸学を学んだ人間としては最悪のパターンですよね。水戸徳川家は天皇家につけと、たとえ将軍家をと戦っても構わないっていう家訓があるのに、自分が将軍になっちゃってるんですよ。って感じですよ。ということですっごい困ってるんです。で謹慎しました自ら。そして五箇条の御誓文と五房の啓示というのが出て、新政府はスタートします。で江戸無血開城ですね。江戸は無血開城します。こちらの勝海舟と西郷隆盛が話し合いました。愛宕神社というところでね、会ってます。むちゃくちゃ階段がきついんですよ。この間僕ちょっと階段駆け上りましたが、 駆け上らないとダメな儀式的なものがあって、ブワーって神社走ったんですけどね、死ぬかと思いました。上に自動販売機がちょっと見当たらなかったんで、すぐまたガーンと降りて下で自動販売機、水飲んでましたけど、大変でした。まあそんな感じですが、それは置いときましょう。無血開城になりました。そうじゃなかったら、実は薩長軍は江戸は火の海にする予定でした。逆予定でした。でも江戸は当時世界で一番多くの人口を持つ、都市ですので、そんなん焼いたら大変なことになります。いけませんよね。ですから焼かないように、そのように考えて、きちんと考えて、勝海舟が西郷隆盛と話し合いました。勝海舟はそれでいいだろうって、もういいだろうと、徳川戦う気はないと、戦う気なくなるよそりゃ。だってさ、江戸城を攻めてきた時さ、敵がさ、いきなり三つ葉葵が来てんぞ、ブワーって。官軍の天皇方が将軍方を攻める江戸城にみんな待ってるんやん。そこへグワーッと回り囲んだ徳川の三つ葉葵が来てんで、尾州様だ。尾州様ってのは尾張徳川家です。実は尾張徳川家は天皇方についたんです。尾州様が来た、尾張徳川家がバーッと来て、三つ葉葵と将軍家と、あ、同じ三つ葉葵なんですが、ちょっと形違うんですよ。三つ葉葵って全部一緒と思うでしょ。黄門様が出してるのは水戸徳川家の三つ葉葵なんです。徳川吉宗の三つ葉葵は一応将軍家の三つ葉葵ですね。暴れん坊将軍が出すのは、ということで、実は三つ葉葵もちょっと違うんで、尾州様だっつって、つまり尾張は天皇方についたってことは分かったんです。で水戸はどっちにつくかもクソもないよ。徳川吉宗が水戸なんだから、紀州はって聞くまでもないよ。もうもともと紀州藩が力握ってたんだから、将軍家は代々徳川吉宗に行こう。で結果としてもう勝てるわけないってことはもう分かってるんです。だから徳川吉宗自体将軍がもういないんですから、将軍退去してますからね、江戸城から。で、無血開城となりました。これは良かったと思います。しかしそれで納得いかない人間がいた、旧幕府軍が。これは上野で挙兵します。将棋隊上野。なんで上野で挙兵したかというと、あのね、
一つの都市があったら敵は絶対こっちから来るって言われてるんです。北東の方角から、北東の方角から来るって言われてるんです。だから例えば平安京だったら北東の方角から来る人間を守るに対抗するのに比叡山延暦寺があるんです。ここに比叡山があるんです。で江戸だったらどうなるのかというと、東の比叡山地を作ったんです。東の比叡山、東叡山ですね。これが寛永寺です。この東叡山、寛永寺に立てこもったんです。将棋隊が戦います。そうですね、最後ここに落ち延びた旧幕府軍の人間、幕府と共に戦おうという軍隊が来ます。会津なんかもそうですね。会津さん、会津松平家の家訓語りましたよね、星名正幸の時に。たとえ日本国全国が敵になろうとも、会津松平家は将軍家のために死ねと。それが会津志魂です。会津の侍の魂です。ということで会津中将松平かたまりの指揮下にあった新選組を2番隊組長長倉新八、10番隊組長、原田三之助、もちろん3番隊組長、斎藤はじめなどがもう結集します。で攻める。最初司令官は西郷隆盛だったんですが、実は西郷隆盛って将軍のこと嫌いじゃないんです。好き嫌いってあれじゃないですか、人間って。で西郷隆盛あんま将軍のこと嫌いじゃなかったし、この上野に立てこもってる幕府軍の人たちも全員が嫌いってわけじゃないんですよ。で消極的だったんで、ついに、新政府側が指揮官変えます。薩摩の西郷じゃダメだと、西郷どんじゃダメだって言うんで、長州の大村益次郎を、司令官に変えたんです。つまり逆にしたんです。順位は西郷大村順だったのが、大村西郷の順に変えたんです。で大村はそれでは本格的に攻め落としますと言って、先鋒隊隊長薩摩西郷隆盛、わかりますか、最前線に西郷を投入。そしたら薩摩本気になりますよ。西郷殿を殺しちゃいけないと、西郷殿を守れって全員突っ込んできます。突っ込んでいった上に最前線で戦ってますから、幕府もう最後の戦いですから、もう撃たれまくるし撃ちまくるんですが、もう最前線で瀬古殿が危ないって言うんで、すぐ大村のところで「大村参謀と頼みますと、瀬古殿が危ない、早く援軍を」って言ったら、援軍は送りません、与えた兵隊で勝てるはずですと。何言ってんだ、瀬古殿が危ないんだって、またバーって帰ってきて「大村参謀と弾薬が足りません、銃がもう撃てない、弾がなくなるんだ」って言ったら、弾の音は聞こえます、まだあるはずです、おめえってぶち切れた。横にいた薩摩側の参謀もいるんで、バーンと肩抜いて、ふざけんなって、海江田の武勇ってやつですけどね、お前って瀬古殿なんかだ、お前殺しちゃうぞって、大丈夫ですと、あとそう半時もすれば上野の山に火の手が上がるでしょ、半時って1時間ですよ、何言ってんねん、この大激戦の状況で1時間で終わるわけないだろ、まあ頭沈めてって大村は別室に行くんです。で海田も頭別沈めたに行って、もう頭なんか殺す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 になって1時間経ったんです。ちゃんともうでバーッと戻ってきて、大村バーッと司令部に入ったら大村たちが外見てるんです。なんだと思って、あ海田さんどうですか、ほら上の山に火の手が上がってます、つまり大村四郎は敵を倒すのに必要な人数、必要な弾薬、必要な時間、全て判断してたんです。見事に上野はなんと1日で陥落しました。このことによってもう勝てないって考えたんです。大村はなぜ1日落としたかっていうのは、なぜかというと1日落とさないとダメなんです。絶対勝てないぞと、天皇の軍隊には勝てないぞっていうのを見せつけないとダメだったんです。だって300余州のうち280以上は徳川家の味方なんですよ、心の中では。本当は一日で倒れるよということを見せつけた。これは大村松次郎です。
現在靖国神社の中央にえらくでっかい銅像が建ってますが、あれが大村益次郎です。あの男が、一日で、旧幕府軍を倒しました。それが、将棋隊の戦いです。そして江戸を東の東京、東の京都ということで東京と改称します。東京と改称したんです。名前変えただけです。皆さん分かりますか。名前を変えただけで、千都の命には出ておりません。命には出てないということは現在でも京都が都です。文化的には実は京都が都なんです。文化的にはね、今は法律的には東京は都首都なんですが、実は、千都の命には出てないんで、でずるいんですが東京って書いたらまずいっていうことで、その時は東京と書いたら都っていう風になっちゃうから、なんと統計って呼ばれたんです。ここ横棒一本つけて難しい漢字を用意して統計って呼ばれたんです本当は。実はですから、東京は文化的には現在でも都ではありません。京都です、ね、次の大城祭は京都御所やるんじゃないかって噂があるぐらいですから、ね、そんなことでまあ動いたんです。で明治と改元します。明治元年、これ9月なんですよ。ということで明治元年は1月から8月はないってことを押さえておいてくださいね。これありえないんですけど、よく歴史で俺のが詳しいよとかって喧嘩する時あるでしょ。その時大体みんなが使う言葉は、じゃあ明治7年に何が、あ、明治元年の7月に何があったか言ってくれ。7月、明治元年の7月に何があったか、なんだろうと考えた時点で負けです。7月はないんです。明治元年に、明治元年は9月からですという戦いがあるんですよ。子供の中ではそういう戦いがありました、歴史ファン同士。いや、あるんですよ。僕なんか小学校1年生からね、歴代天皇名全部言いましたから。人物水安寧徳公正公安公礼公言改革水に水人傾向政務主要王人人徳っていう感じで全部言えますから、小学校1年生が言えますから、というような化け物がいるんです。最近は歴女といって歴史に詳しい方いますが、小学校1年生から我々はだいたい歴代天皇名全部言えます、詳しい人間は。ということで、そういう戦いの時によく使われますこれ。まあ、東京は統計であると、御事には出ていない。あ、千都は絶対御事に出ますからね。だって御事に出ないとは都じゃない。だから皆さん意外なことにね、兵庫県も都だったんですよ。兵庫福原京平家の、なんとこんなこと言っちゃ失礼ですが、滋賀県も都だったんですよ。滋賀県もなんと近江大津の宮天智天皇ですね、都でしたからね。ということで滋賀県も都、兵庫も都ということで日本人はほとんど知りません。実は知りません。ね、大阪京都奈良だけではないんですよ。ね、順番は大阪奈良京都ですけどね、多分、まあ、大阪の仁徳天皇陵があるかお分かりでしょう。一番古いということは、あんだけどでかい御陵作ったんですから、あれ奴隷を無知で働かせたんちゃうよ、海外みたい。あれね、貧乏してたんでね、で仕事がなくってね、仕事がなくってね、お金がなくってね、仕事なくてお金がなくった人いるんです。領地持ってない、畑も持ってない人いるんですよ。だからもうかなりみんな窮乏してたんで、分かった、俺の墓作ってくれって言ったら、とにかく人数が集まるんです。仕事ないから、土地もないから、衣食住がないんですよ。衣食住がない人たちがもう大量にいたんです。分かった、一旦税金を全部停止するって言って、3年停止するって言ったんです。3年停止するから俺の墓作ってくれって言ったんです。これ単純に言います、自分の墓を作りたかったんじゃないんです、公共事業です。みんなに仕事をあげるために言ったんです。そんな墓なんか死んだ後やからいらないよ、本当は公共事業です。ケインズ経済学ですね。ケインズの、経済学はすでに仁徳天皇の時持ってました。400年代の我が国、400年代にすでにケインズ経済学を実践してたんですよ。それが世界最大の墳墓仁徳天皇陵です。日本はそんな甘くない。